願いを100個以上書いて8割叶ったよ。この動画は百瀬泉著願い事手帳の作り方について話題にしています。手帳に願い事を書くというシンプルな方法です。意味もわからなく不安になったりする感情が落ち着くような願い事って何かいいのあるかな。毎日穏やかに過ごしている、毎日が充実しているとか。でも充実とか穏やかとか曖昧な願いにならないかな。まるで2年前の自分、ものすごく不安で落ち着かない気持ちわかる。自分も失職して丸2年制業についてないけども、百瀬で生活費に困らない、貯金が増えると書き続けて、ギリギリお金には困らず、とりあえず不自由しないで、一人暮らしだけどそれでも暮らせているよ。貯金が増えると書くのがポイント。生活費に困らないけど単に貯金使い込んでいたら意味ないからね。仕事に関しては楽な仕事がしたいと書き込んでいるせいか、なかなか正社員は見つからないけど、楽なバイトなら結構転がり込んでくる。なんとかなるもんだ。自分が書いた文言は、毎日心が穏やかで幸せ、貯金が増えて嬉しい、有益な情報やプレゼントが嬉しい形で手に入ってラッキー、ためになるアドバイスをくれる人がいて自分は幸運だ、楽で休みの多い仕事が決まった、生活費に困らなくてよかった、あと塩まじないでトイレットペーパーに気持ちが不安になって困ると書いて、塩一つまみをくるんでトイレに流すと困る気持ちを流してくれるよ。自分は2年前の就職活動でものすごく焦っていて、仕事が決まらなくて困ると書いて塩まじないしたら2週間後に仕事決まった。しかしそこはかなりきつかったから体が持たず、結局2年で辞めた。それで焦ってもこんなんじゃいけないとのんびりやることに決めた。願い事の精度が高いのはやっぱり百瀬だと思うから、ポジティブなことは手帳に詳しく書いて、ネガなことは塩まじないで浄化、消去というダブルスタンダードやっている。不安で仕方がない人たちは、とりあえず自分の望みが何であるか、何が不安なのかを一度箇条書きしてみたらいいよ。不安の種は何なのか、それは自力で解消できることなのか、できないことなのか、一方望みは何なのか。不安が元になって欲しくもないものを望んでただけなのか、本当に心の底から望んでたものなのか、などがクリアに見えてくるから。そうしてから、ささやかなお願いから積み重ねていくと、何かとうまく回り始める。レスくれた人、本当にありがとう。不安な気持ちでいっぱいだったけど、頑張れるように心向きを変えてみる。最近このスレ見て始めて、なんとなくお金欲しいなぁと思って貯金が増えるって書いた後、これまたなんとなく部屋掃除したら昔貯めてたお金10万以上が見つかった。全然覚えてなくてゴミの塊かと思って片付けたら結構な額のお金でびっくり笑。もともと自分のお金だけど全く記憶してなかったから、早速叶えてくれたのかって思ったよ。10万円はでかいよ。精神的な願い事が叶ってきたので、次はもう少し範囲を広げたりレベルをアップしていこうかと思う。楽しい毎日を送る、素晴らしい友人たちと楽しい毎日を送るみたいな。精神的なことは本人がそうと思えばそうだから、願いが叶いやすいといえばそうだし、本人が納得しなければいつまでも叶わない状態になるってことだよね。今更ながら百瀬本を買った。潜在意識とかも知ってるから、このスレ見て分かったつもりで、こんなもんだろうと書いてて。それでもそこそこ叶ってたけど、目から鱗、早く買えばよかった。確かに難しいこと書いてないけど、ああ、そうか、と気がつかされる。自分の考えだけだと凝り固まってたりするからかもしれない。さりげなく書いてあるけど、書けば必ず叶うってすごい言葉だ。6日に初めて140個くらい願い事書いてみたよ。叶った時のことを考えるだけでニヤニヤが止まらない。ここ1ヶ月条件の合う仕事見つからなくてやけになってたけど、昨昨日良さそうな仕事紹介されて、今度職場見学に行くことになったよ。早速手帳の効果出てきたかも。いいとこだといいな。他にもじわじわ兆候が出てきたやつがいくつか。手帳ほんとすごいね。100個以上書いた人に何%くらい実現してるか経過報告を希望します。わら。始めてから4日、155個。叶ったのは8個だから 5% かな。まだ仕事関係が本決まりではないので、決まったら 8% くらいになるかも。ただ私の場合は実現したってものより違う方向だけど解決したよ。ありがとねってのもある。でも結果が良ければそれもいいよね、きっと。内容は母のおやつ神隠し事件の解決とか、猫のくしゃみが止まるようにとか、サイトの繁盛とか、他愛ないものだけどね。もちろんすでに叶ったもののようにテンション高く書いてるよ。ここにいる方々の願いがたくさん叶って皆で幸せだ。俺は8割くらいかな。見直した時に叶ってなかったり、兆しもない願いにはセドナメソッドをやったりしてるので、純粋なパーセンテージではないかもだけどね。ここで百瀬さんのことを知り読んでみたよ。私はピエール・フランクの「宇宙にお願い」を4冊持ってたけど、うまく願い事が書けなかったんだけど、書くと叶うのは知ってた。百瀬さんの本を読んでから、パソコンのメールの下書きに「もし部屋をリフォームするとしたら」というのがあって、数項目書いてあったけど、東に窓は開いてないので不可能だけど、お金と工事の可否関係なしに希望を書き連ねた。親に建ててもらった一軒家だけど、金と手間がかかりすぎ、広くてお屋敷になってた頃。とにかく掃除して、この家を愛して、工夫してみようと思い1年。結局、メールの下書きにあった通りの分譲マンションをひょんなことから、親から格安で購入しそこに移ることになった。親にもらったボロ屋を、思いがけなく義理の妹が必要になり、貸すはずだったけど、購入してくれることになった。家族内で売買だけど、誰もが望み通りになった。私は持ち重りしていた今の家を売却することにした。今の家は鉄筋でリフォーム価格は今度移る中古マンション3軒分の一般価格でも足りん。とにかく、な家に住みたいと書いておいただけ。すべて叶った。すべての条件が満たされ、今後の快適な生活と多額の現金が残ることになりました。自分も住まいのことでは悩んでて、こんな部屋に住みたいなというのがあっても、一人暮らしするとしたらそんなところは家賃高くて無理だろうし、結婚して実家を出ることになっても、新婚ならお金ないから一戸建て欲しくても最初はアパートだよねと常識的なことばかり考えて悩んでた。可能か不可能かや現状は無視してっていうの分かってても、心で遠慮というか現実的に考えちゃうんだ。手帳に書いててもかなり先だろとか決めつけてた。よし、自分も自由に書いてみよう。本当に書いた文章そのまんまが実現する。派遣会社に1ヶ月くらいちまちまメールしてたんだけど、仕事がないのか一向に連絡が来なかった。月末、いろいろ支払いもあるし、金欠だし、本当にどうしようかと思った。んで、2日前に手帳というかルーズリーフに、株式会社〇〇から仕事の連絡が来ていっぱい働いて稼げた。臨時収入が入った。やったね。とか書いておいた。んでさっき、もう他の派遣会社に登録しようと思ってたら、そしたらなんと来た。派遣会社から連絡来た。しかもいきなり2日分の仕事が、信じられない。本にも書いてあったけど、本当に書けばその通りに願いって叶うんだね。今度は駅から近いところとか時給が高い仕事ができるって書いてみようかな。とにかく明日から張り切って頑張ってきます。皆さんの願いもいっぱいいっぱい叶いますように。よかったね。私まで嬉しい。頑張ってね。私も手帳のおかげで就職の願い事が叶ったけれど、まだまだ金欠だから、またさらに仕事が増える&収入アップとかお願いしてみよう。おめでとう。私も今一番叶ってほしいことが、なかなか叶わないで焦ってた。みんなが言うように、タイミングを見てるんだと思って待つよ。ありがとう。すごく祝ってもらって、本当に正直言って報告しづらかったんだけど、あの後、仕事がなくなったんよ。手帳に書いたのに、なんでだって思って、でもって、もしかしたらと思ってルーズリーフをちゃんと確認してみたら、株式会社〇〇から仕事のメールが来た。頑張るぞ。って書いてあった。確かに仕事のメールは来た。人数調整があるから、夕方頃に連絡しますってメールを返されて、その後音沙汰なし、事実上、キャンセル。うん、確かに仕事のメールは来てるから、ちゃんと願い事は叶ってる。というわけでみんな、書き方には本当に注意しよう。ではでは、書き直して、再チャレンジしてきます。このスレには教えられることがたくさんあってありがたいよ。そのタイミングは絶妙に調整されてるからこそ、あれこれ考えすぎて心曇らせながら過ごすよりも、いつそれが訪れてもいいように、それをがっちりつかみ取れるように、心穏やかに笑顔で過ごしてた方がいいんだろうなって分かった。この手帳を始めて約5ヶ月、一番叶ってほしいお願い事がなかなか叶わないことに、焦って、悩んで、疲れて、諦めかけてって自分勝手に堂々巡りしてたんだけど、よくよく読み返したら意外なものが絶妙なタイミングで叶ってる。家とか資格取得とか家族仲とか友人関係とか、感謝が足りなかった自分を深く反省した。気づかせてくれたみんなありがとう。諦めずにのんびり行こうね。肩こり腰痛に20年近く悩まされてきたので手帳に治るよう書いた。そしたらとうとう首から肩が激しく痛み仕事を休むほどに。若干斜め上で乱暴な成り行きだったし、職場には迷惑かけてしまったけど、余計なことを考えずゆっくりといい治療をしてもらえて、以前より体調も良くなった。筋肉が固まりすぎてるとストレッチで伸ばすことが逆に負担になったり、運動しても疲労が回復できないまま悪化する場合もあるんだそうだ。こりは内臓疾患が原因の場合もあるから、重症の人はいろんな症例を調べつつ、一度きちんと診察と治療を受けるのをおすすめするよ。あとはまだ少額だけど、宝くじの当選率が昔に比べ上がってきてる。当選を願いつつも悪いお金みたいな意識もあったし、当選者を羨む気持ちや、見返りに何かを失うに違いないって、決めつけも内心あったから。お金は悪いものじゃない。宝くじも労力だというように考えを改めたら変わってきた。お金が一番とは思わないけど、お金だからこそできることだってあるもんね。給料が出た早々に、物入りが続き金欠。ダメ元で手帳に、次の給料日まで、貯金に手をつけず過ごせると書いてみた。なんと3万円ほど臨時収入があり、貯金はできないけど、生活費はあまり切り詰めず済みそう。お金が入るまでのスピード感すごかったし、お金絡みが叶ったのは初めてでびっくりした。おめでとう。臨時収入が入るとかじゃなくて、そういう書き方もあるんだね。勉強になった。ありがとう。あなたのレスを見ての思いつきだけど、同じお金が欲しいでも自分の事情にフォーカスした方が叶うのかな。例えば私は貯金を崩したくないだったけど、人によっては何かを買うためのお金が欲しいだし、大金を苦労せず得たいかもしれない。叶うかどうかはさておき、漠然と現金を願うよりはいいのかな。確かに臨時収入と書くよりは、そのお金で自分がどうなりたいかを書いた方がいい気がする。〇〇が手に入って嬉しいとか、ゆとりのある生活が送られて幸せとか。となると必ずしもお金が手に入るわけではなく、人からもらったり、お金とは関係ない自分なりの幸せを見つけたりとか、予想外の叶い方をすることがあるけど、でもそれって叶い方の幅が広がるってことで叶いやすくなるんじゃないかなと。 OK、 今からそれ書いてくる。行きたいイベントあるからそのチケットもお願いしよう。チケット系はほんと叶うんだよね。手帳に書き込んで半年。最近運気が上がってるような気がして久しぶりにここに来ました。私の場合、第三者経由で運気が上がっています。友達が運気の調子がよく恩恵を受けて、私も運気上昇という感じです。昨日は初めてロト6の4等が当たり、臨時収入の願いが叶いました。臨時収入を得ると書いたら、今日、会議手当で500円もらいました。私も臨時収入があると書いた翌日、パンと紅茶をもらった。現物支給だった。現物支給されたから、今度は用途を詳しく書いて臨時収入お願いしてみた。書いてると漠然としていた願いに、どういう段階を踏んでいけばいいか考えるようになるから、イメージトレーニングにもなるのよね。手帳が願い事でいっぱいになってしまったら、見直しして新しい手帳に転記して古いのは捨ててしまっていいのでしょうか。長く使えるように罫線多めの分厚い手帳を買ったんですが、長く使えば愛着が湧いてきて捨てられなくなりそうなので、薄い手帳に買い替えようか悩んでいます。百瀬さんが始めるきっかけになった人はずっと愛着持って黒革の手帳を使い続けてるらしいけど、本には手帳そのものに対するルールみたいなものはなかったと思うから、自分の感覚を大事にした方がいいよ。変えた方がいいのかなって思った理由が捨てにくくなる以外にもあるのかもしれないし。斜め読みした宇宙に上手にお願いする方法だと、最初は理性が一番の敵だとあるね。叶わないことをピックアップして、ほらやっぱり叶わないとやってるといつまでたってもダメなんだと。小さなことから積み上げて、あれもしかしてとか、願えば叶うんだと思えるようにする。理性を味方にするのが大事なんだってさ。人の幸せを願うと自分の願いも相乗効果で叶いやすくなる。最近自宅 PC がもっさり重くなったので、 PC がサクサク動くようになったと書いた。会社に行って IT 部門の人に会社の PC を調整してもらったらサクサク動くようになったので、すごいと感動してたら、システムクリーナーソフトを使ったんだよと教えてもらって、帰宅して早速ダウンロードインストールしたら、自宅 PC も本当にサクサク動いて快適になった。自分だとソフトがあるということすら知らなかったので、願いがまた一つ叶ってラッキー。可愛い靴が手に入ると書いておいて、ずいぶん経ったので忘れてたんですが、先日遊びに行った時、足に少々合わない靴を履いていったら足の指がすごく痛くなって、急遽新しいのを購入しました。しかもいつもならなかなか決まらないのに、その時はふらっと見た店にいいのがあって、値段も手頃だったので即決できました。ちょっと斜め上な気がするけど叶って嬉しかった。試してみたけど結構効くね。夜中に安眠妨害レベルで煩わしい妹に対して、妹は静かでいい子って書いたら物音一つ立てなくなった。うちも弟がやけっぱちな性格でイライラしてうるさくするのと、風邪をひきやすくて親が弟ちゃんは抵抗力が弱くてって過保護にするので、抵抗力弱いのは生まれつきだけじゃなくて不摂生のせいもあるだろと思い、弟が自分なりに自分の健康に関心を持ち、抵抗力を上げるって書いたら、漢方の番組とか見て店探してたり、体にいい飲み物考えて買ってきてたり、風呂入って早く寝るようになって夜更かしして風呂入らない私のことを逆に心配してた。引き寄せの法則とかだと自分で変えられるのは自分だけだからまず自分を変えるって言うけど、百瀬手帳だととりあえず他人のことも願ってみると書いてあるので書いてみたけど、意外と聞くと嬉しいね。百瀬さんの本にも書いてあったよね。周りの人の幸せを願うと自分の願いも相乗効果で叶いやすくなるって。この原理だけど、人の願いっていうのは自分の執着がなくて叶いやすいことがまずある。で、小さいことでも叶えることができるようになると、自分の叶える力に確信が出てきて、どんどん叶いやすくなるってことだろうね。とあるアーティストのライブのチケットが叶った。チケットが来るまでに、両席で楽しめた。と書いておいた。そしたらなんと5列目だった。もちろん楽しんできました。こうして振り返ってみると結構叶っているなぁという感じです。すぐに叶うのは食べ物系、物欲系もそこそこ叶っていると思います。願い事手帳を始めた時に書いた旦那との復縁は半年の期間をかけて叶いそうです。現在別居6ヶ月目でいよいよ離婚となっていたのですが、数日前に事態が好転、やり直すことになりそうです。なので、皆さんも諦めずに、すべては絶妙なタイミングで叶う、と信じて気長に待ちましょう。復縁するってお書きになったのでしょうか。はじめは、またうまくいくようになるってニュアンスで書いていたのですが、自分の気持ちの整理もついてきた頃には、お互いにとっていい関係に落ち着くとか、〇〇の旦那の名前のことを考えて辛くなることがなくなって楽になったとか書きました。辛くなるってフレーズは使わない方が良いのでしょうが、自分がイメージしやすい言葉を選んで書きました。相手の気持ちをコントロールしようとかそういったことはなしに、自分の気持ちをハッピーにすることに専念しました。自分の気持ちが楽になれば、たとえこのまま離婚になってもいいやってくらいに。なので、復縁に固執していたわけではないです。気楽に考えて書いてみるといいですよ。自分の場合は最近は忙しくて日常に忙殺され、手帳もずっと書いていませんでした。スレはいろいろと考えさせられることや感心させられることや、大げさに言うと生きるヒントみたいな話も載っているので、時々読ませてもらってます。そこで思うのは、叶ったとか叶わないとかは表面的なことで、建設的な方向や生産的な方向に行く創造的なエネルギーについて、何かあるよねという現象は気づかせてくれてるのかなということです。何か不思議な力が働いているように感じたり、実際に偶然がどんどん重なり、いいことが起こる予感があってワクワクしてきます。それだけで毎日がいい気分で過ごせるので、すごいメリットだと思います。就きたい仕事の条件をかなり細かく書いたら、全くその通りの仕事に決まって驚いた。すごい。その時、本当に仕事が見つからなかったので、やけになってたところもあり、半ばギャグのようなつもりで笑いながら書いてました。なんだかんだ叶うまでに3ヶ月くらいは経ってたかな。手帳を見返してもこれはギャグだからなーってなんとなくスルーしてたから。叶ってくれ。とか特に思ったこともなかったよ。というか書いたの忘れてた。いつぞか地震後井戸水から砂が出るってここに書いたものなんだけど、最近砂が出てないことに気づいた。手帳に書いたは書いたけど、叶うと思ってなかったし、そもそもすっかり忘れていたのでびっくり。家族に最近砂出てなくねって言われて気づいたくらい。手帳すげえ。手帳を見返すと忘れるが本当にキーワードだな。自分の場合、忘れた願い事は大抵ふとした時に叶ってて、あれこれ手帳に書いたんじゃねって思い出すのが多い。逆にダイエットとかお金とか仕事とか毎日毎日思ってることってあんまり叶わない。お金のことを忘れるなんてできねえ。ちょっと前に宇宙に上手にお願いする方という本を手に入れるって手帳に書こうかなって書き込んだものだけど、今日叶いました。あれからネットオークションとか見たけど、なかなかいい値段のものがなくて、どうしようかなって思ってたろうと直感が。隣駅の古本屋がポンと思い浮かび、あそこなら売ってるかもしれない。ポイントカードもあるから、その分安く買えるかもしれないと思い、行ってみたところ、見事にありましたわら。もともと安く売られてたのでポイントの分も合わせて、かなり格安の値段で手に入りましたよ。これからじっくりと読んでいきたいと思います。本にも書いてあるけど、直感を信じるって大事だなと思います。そういえば前に願い事手帳の本を読みたいと思って、家で図書館のサイトにアクセスして検索したらあったので、そのまますぐに図書館直行したのに、わずか 3,40 分ほどの間に借りられてしまっていて、かなりがっくし。もう本当にありえないタイミングで、信じられなかった。それで、これは願い事手帳をやるなってことなのかなって思いながら近所の古本屋をとぼとぼと散策してました。そしたら、今回もお世話になった古本屋さんに行ったら、一冊だけあった。しかもポイントだけで、タダで買えた。結果的に、図書館で借りるより全然いい結果になった。やっぱりタイミングってあるんだなって思ったよ。タイミングも大事。宇宙に上手にお願いする方。面白い通り越して、すごいよね。自分は一冊目だけ図書館で読んで、他のシリーズも読みたいのに借りられないから、手に入るとか読めるって手帳に書いてみようかな。願えば叶うってことを理性に納得させるために、叶っても叶わなくても困らないような小さなことから願い始めてみる。っていうところが、百瀬手帳の身の回りのことを書いて叶ったら丸つけるっていうのに通じるな、と思う。それでは今回の動画はここまで。チャンネル登録、高評価をいただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。